新中学、どうも、あつみな、なです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、本日は私、肉水を作りたいと。いや、肉水思ったんですよ。肉水、そう、肉で作った水。はい、あの、吸う方ですね。肉水ですね。肉を吸うと。はい、多分関東の方だとあんまりポピュラーではないと思うんですけど、あんまりね、最近ね、セブンに売ってるんですよ、肉水が。で、存在は知ってたんだけど、まあめっちゃ私それ買って食べてて、これ作ったらもっとうまいんじゃねって思ったわけ、はい、これ作れるようになりたいなって思ったので、今日は作ります。天才、任せとけ。二日酔いなんでしょ。そう、あのね、肉水はね、二日酔いにいいらしいんですよ、うんうんうん、ちょうどいい、ちょうどいいと思って、うん、俺らの地域だったら肉うどんがね、結構ポピュラーな、そう食べ物なんだけど、その派生で作れるということで、そう、うどんなしバージョンですね、はい、いや、懐かしい味だ、はい、じゃあ早速、はい、作っていただきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ作っていく。お願いします。します。これは特に工程になかったんだけど、私が個人的に豆腐は水抜きしてた方が好きだから、わかる、抜きたいと思います。はい、今日は木綿にしました。木綿最高、木綿万歳、木綿帝国最高。やめてもらえる、そうやって早速帝国を築き上げようとするの。いや、でも僕昔木の派だったんだけど、うん、25超えたあたりから、うん、木綿派になって、うん、外役もメンバーになっちゃった。なんでそんな過激化したの。過激化しちゃったの。とりあえずキッチンペーパーに、私のやり方なんですけど、こうして、お、包み込みのレンチンしたいと思うんですけど、どれくらいなんですかね。 2,30 秒でいいんじゃない。そんなもんか。じゃあ 2,30 秒とりあえず握ってさ、うん、やっぱ切ったやつがうまいよね。結局切ったやつがうまいよね。もうね、こんな女なんですよ、ネギを切る女は。ネギ切ってますよ、全身像。ほら、見てくれ、ネギを切ってる女が。すごい、すごい、うわー、前代未聞だ。前代だ。切るも終わったんで、出汁を、出汁を取ります。私、あの、パック、出汁パックで取ったことあるけど、鰹節から取ったことなくて、うん、初めての試みです。水は 600ml。 おい、沸騰大臣来ました。沸騰大臣。では、火止め大臣しました。火止め大臣をして、じゃあこの鰹節、20g。一応20g らしいです。うわー、うわー、ちちちち、うわー。まあ、入れて悪いことはない。悪いことはない。で、また火をつけると。うん、火をつけ、再沸騰大臣。からの3、4分、うん、沸騰のまま、沸騰させて、そしたら弱火にして、大体3、4分ぐらい。じゃあ、はい、こいつを、腰うわ、すげー、色すげー。え、これで合ってる。うん、合ってる合ってる、はい、さあ、この出汁をどうしてしまうというのかね。この出汁を、まあ、戻してしまうというのかね。うわうわ、はい、醤油を大さじ2。まあ、薄口が良かったからちょっと、え、それってなんか、少なくしたら薄口になるとか、なんかそういうのあるんかな。まあいいや、大丈夫だよ、ぶっちゃけ。みりんが大さじ1、大さじ1、砂糖小さじ1。まあこんなもんやろ、こんなもんかな、こんなもんだ。肉、肉が、お肉を入れます。うわー、うわー、うまそう、これはうまーい、うまーい。で、豆腐も入れてしまおう。まあ、大きめで。できた。もうちょっとです。やった。うわうわ、え、うめぇ。これでいこう。じゃあ、盛り付けていきますか。はい、うわ、天かす、天かす、全部だ、全部。うわー、これはどうよ。うわ、これはうまそうじゃない。みのり先輩、タイトルコールお願いします。二日酔いが作る初めての肉水。おお、完璧です。ありがとうございます。では、うん、
いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。美味しいかな。こういうのが一番いいからね。いただきます。汁から。うまっ。うまっ。あ、これはなんか酒飲んだ時に食いてえな。次の日の朝にめっちゃ食いてえこれ。めっちゃうまい。いいね。夏場これ冷やしても食えるんだこれ。いや、いいね。うん。秒、ま、で食えるわこれ。腹減ってたからもう特に。の。秒で食えるこれ。卵かけご飯もいいね。最高。あっちではもう定番なの。一緒に食べるの。知らない。セットらしい。セットの。なんか肉吸いってそんな知らない。あ、そうなんだ。肉うどんはしょっちゅう食うけど。肉吸いは大阪のやつだね。大阪の一部の店舗でやってるんです。なかなかないんだ。はい、ということで今回は海の日の二日目の体にね、肉吸いを入れたいということで肉吸いを作っていただきました。はい、はい、非常にお手軽でめちゃめちゃ美味しくって、栄養もたくさん入ってるので、これぜひ皆さん、食欲ない日とかでも二日目の日とかでも、ぜひね作って食べてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日の動画でございました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。